こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。おしんちゃんことごさやです。本日は大好物のオムライスのデカ盛りを自宅で作ってみました。イエイ。ということで早速熱々のうちに食べていきたいと思うのですが、ただ普通に食べても見てくださってる方面白くないと思うので、制限時間をつけて食べていこうと思います。トロトロな食材ばっかりなので、今日は制限時間短めの15分で挑戦してみたいと思います。それでは皆さんご一緒によろしくお願いします。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。すごありがとうございます。
ちょっと目が減そう。ごちそうさまでした。残り4分5秒4分5秒残しで、記録は、10分55秒完食です。イエーイ、成功しました。結構早く食べられたのでちょっと自信がつきました。この調子で自宅でもトレーニング欠かさずにやっていって、外に動画を撮りに行けるようになった時とかに思う存分力を発揮していきたいと思います。応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。卵をねすごいトロトロふわふわに作れて、あとそうですね、下のチキンライスはテーブルマークさんにお世話になったので味は間違いない感じで作れました。チキンライスすごい美味しかったです。お料理自信あるよっていう方はぜひぜひ自作でオムライスを、私みたいにちょっと自信ないよっていう方は冷凍食品やレトルト食材も利用しつつオムライス作ってみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。